私たちはいろいろあったんですけれども、うん、こんばんは。ちょっとね、 DMM ご覧になってない方も、確かにちょっと待って、ご覧になってないって本当にびっくりだと思うんですが、はい、まあ、Twitter でね、先ほどね、軽く公式からも出てましたが、まあ、まず、まあ、今日何があったかっていうと、はい、そもそも今日ちょっと時鉄の皆様が新しいグッズを持って劇場にね、はい、来てくださったんですよ。応援に駆けつけてくださったんです。そうそうそう、なので、まあ、公演前に急にね、劇場で販売がありますとね、そう、Twitter でねあったと思うんで、びっくりだよね。そうなんですよ。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、ちょっと本日発表があって、はい、はい、その発表のために、まあ、時鉄公演みたいなものをね、まあ、ちょっとそのリバイバル公演ではあるんですが、第2部がね、かなりスペシャルな内容にね。そうなんです、はい、そうなんです。ということで、ちょっと告知なしで、ね、びっくりされた方も、ちょっと行きたかったって方も多いと思うんですが、ね、はい、今回一応こういうサプライズでね、させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、時鉄のね、第2部ということで、あので、何が発表されたかというと、まあ、私たちね、あのそれぞれ越後ときめき鉄道スペシャルアンバサダーとして約1年活動してまいりました。2年目はですね、ちょっとそこからまたさらに広げて全部私が喋ってくれる。ありがとう、お願いします。あの NGT48 全体で時鉄さんと一緒に、まあ、何ですか、一緒に新潟の魅力を広めていくっていう、まあ、企画だったりとか、まあ、そういう風になっていきます。ノーウェイもやらないはい、でこちらなんですけど、まあ、我々もともとそのスペシャルアンバサダーとして活動させていただいて、それは、まあ、多分継続で、我々2人で中心となって NGT48 全体のお仕事にしていくっていうニュアンスでございます。その通りでございます、はい、そうなんです。なので、まあ、今後も時鉄さんとのお仕事は我々で参加することもありますし、はい、メンバーがね、その新しく、はい、また別のイベントにお呼ばれされたりだとか、お呼ばれされたりだとか、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで、まあ、さらに豪華になっていくよ、スペシャルだよっていう、そういうことです。決して私たちがアンバサダーをクビになったわけではありません。本当に時鉄さんはすごい愛がある方々で、そうなの、すごい、私たちのその2年目もぜひお願いしますっていう風に言ってくださってて、うん、かつちょっと NGT 全体でっていう話で、そうなんです、そうなんです。でね、その NGT 全体のお仕事としましては、推し駅プロジェクトというものが始まりまして、うん、そう、まだちょっと詳細はあんまり、発表されてないんですが、まあ、なんか それぞれメンバーが推し駅を作って、まあ、担当の駅があって、大丈夫、ちょっとアイスがねアイスが詰まっちゃった。アイス、そう、あの担当の駅を作って、でそれを、まあ、推していく、まあね、どういうことになっていくかは今後ちょっとお楽しみになんですけれども、まあ、みんなの推し活が はかどるね、はかどる、はい、で我々二人は我々越越駅本社でございます。はい、時鉄さんの本社の、はい、担当させていただいて、直江津駅を担当させていただいて、今日発表されたのはと、レイナさんが高田駅、はい、一番上りじゃない乗り降りが多い高田駅。一回さ、はい、行かなかった羽馬ライン。あ、行きました。あれ、そうだよね。多分ね、私全部一通り羽馬ラインで行かせていただいてて、うん、そうそうそう、ギフトもありがとうございます。ありがとうございます。レイナさん、そうなんです。加わってくださって、まあ、他にもね。まだその発表されてないメンバーもいるし、うん、まあ、今後ね、バーバーバーと発表されていくと思うので、まあ、その何第7第7とね、うんうん、ありますので、まあ、ちょっと気長にね、楽しくお祭りいただいて、お祭りだってお待ちいただけるとはい、うんうん、嬉しいな。なんかしかもさ、今日のなんか他のメンバーのみんなもなんかときめき鉄道さんをすごい温かく迎え入れてね、くれて盛り上げてくれてでどっちがどっち、うん、そう、分かる、どっちがどっちってなるけど、メンバーのみんなもすごいこの企画を楽しみにしてくれているので、うん、なんかみんなで一緒に楽しみながら、こう越後ときめき鉄道さんの魅力を発信して、うん、お互い盛り上げていけたらいいな。いや、本当ですよ。だから今日ね、すごいたくさん、ブラボー、ありがとうございます。お越しいただいてて、まあ、社長もね、こう登場していただいて、そうなんですよ、一昨日もだね、 NGT の社長、今日はときめき鉄道の社長いっぱい社長が乗ってます。いっぱい社長が最近確かに乗ってるんです。そうなんです、本当に、そう、声も楽しんでくださってて、うん、
そうで今回MC の中でスライドをね、あの時鉄さんが作ってくださったスライドをもとに皆さんにちょっと活動の報告をさせていただくっていう機会もあったんですけど、ありました。やっぱそこですごい周りのメンバーもね、こうすごい勉強じゃないですけど、うん、そう知ってくれてたし、親身になってくれて、そうね、めちゃめちゃ乗ってくださったおかげでファンの方もね、うん、まあ、楽しんで大変だったのかなと思って、うん、今日のグッズもお見送りで見せてくれたり、うん、ね、みんなも応援してくれて嬉しかった。あ、そう、黒板ね、そうなんですよ、黒板ね、そうだよね、いつもと全然違うよね。なんかサプライズだったんだけど、もうみんながさ会場するときには販売はしてたから、うんうんうん、まあ ええかと思って、はい、そう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 、そうなんです。うん、ね、そう、新しい新グッズも、まあ、今回は劇場で、うん、劇場でだったんですけど、まあ、今後その時鉄さんの、まあ、デコイチレールパークだったりとか、うん、まあ、いつも出張でねグッズ販売とかされてるから、うん、またねそれでちょっとどうなんだろう、ちょっと時鉄さんのグッズ、今日発売したグッズって今後はデコイチレールパークとか通販とかですか？かもかもかも、かもしれないかもしれないでございます。はい、劇場は今のところまだちょっと予定はないでございますので、ないですよね、まあちょっと、うん、で運が良かったね、今日来た人は。本当にそう、ちょっと告知がなかったのでね、あれだったんですけど、うん、またどこかで発売されると思うので、はい、まあね、いつも通りだったらレールパークだったりとかイベントだったりとか、うん、まあ、通販でもあったりだとか、でもちょっと確定のことは言えないので、うん、かもでございます。です。いやすごい、1年前は想像もしてなかったですね、こんなに大きく、ね、してくださるなんて。いや本当、ね、そのみんながそう私たち その、ね、活動を経てっていう風におっしゃってくださってますが、やっぱり何よりそのみんながね、うん、ちゃんとこうドキテツさんの、ね、列車乗って、うん、デコイチレールパーク行ったりだとか、ナウエツに行ったりだとかで、うんうんうん、推し活してくださってるおかげなので、本当にそうです。めっちゃツイッター載ってるよね。ね、みんないっぱい上位ついてくれてる、うん、コラボレーション、観光急行のねスイーツボックスの、うん、そうだし、あ、そう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 、駅長だったりね、 YouTube を見てくれたり、みんなの応援があってこそ2年目こんなにビッグになりました。うん、そうなんです。なんかこう私たちスペシャルアンバサダーは2人で継続で、まあ、NGT 全体の仕事になるよっていうのを、はい、はい、そうなんです、うん、あ、そう、全身です、これ交代じゃないですなんでそう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 です、ありがたい、大全身なんでございます。ハート、そう、最初は2人だったのがこうしてね大きくなってくっていうのはね、うん、ありがたいですよね。あ、そう、あれなんですよね、ちょっと1曲披露したんですよね。そうなんです、日野と一緒にダブルセンターでぎこちない通学電車を、そうなの、そのマックス前かな、披露させていただきました、うん、そうなんですね、せっかくこういうね機会といいますか、うんうん、だったので1曲やろうってなって、うん、何がいいかねって話して、ギコ伝がいいかもねって、電車にちなんだ、ちょうどね2人センターだし、うん、そうなんですよ、と結構初めてやるメンバーもいて、遺伝子でも3期生初めてやったでしょ、やったか、ごめん、ときめっちゃで、トキメッチェで私やった記憶ないよ。だよ、いや、トキメッチェ、トキメッチェでやった記憶、メッチェでやった、いなかったかも、ごめん、え、多分いないよ、ごめん、ゆめたんと間違えた、ゆめたんで似てるから髪色が、間違えちゃった。じゃあひのとは初めて共演したってことですか？うん、うん、自己伝共演、え、わかんない、それはどうだろう、私は1回しかさせなかった。あ、そうなんだ、じゃあ2回やった、じゃあ初めて、うん、そうか、うん、ごめん、間違えた、日野と夢を、だそうです似てたんです、うん、でもなんです、なのでね、あれね、すごいみんな妄想初めてやる子も多かったんだけど、でもすごい楽しかったっていうふうに言ってくれてね、そうなの、そうそう、リハもね結構あその、まあ、急ピッチではあったので、頑張ってくれ て、そもそもそうみんな知ってると思うんですけど、9、10って違う公演やってるんですよ。そうなの、
そうなの。だからみんな頑張ってくれてね、今日は実現して。頑張った、一個どうもそうね、だみんなも楽しんでくれたならそれでね、うん、あのパパもちょっとそう頑張ったね、甲斐があったねって話でございますよ、本当に。うん、ね、ぜひアーカイブね公開されたらご覧ください。ぜひぜひ。そうアーカイブを見ればね全てわかりますね、多分さっき、うん、リアルタイムで見れなかった方はね、うん、どうなってるんだろうって気になってると思うんですけど、そう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 、アーカイブを見れば多分全てがわかると思います、うん、いやー本当に時哲さんまで温かくて優しい、温かかったしね。私最近ね、うん、その時哲のアンバサダーの相方が日野でよかったって本当に ね最近思ったの。え、なんか違うね、今までは、うん、なんだろうな、あんま客観的に見ることができなくて私、はいはいはい、けど本当にここ最近は、うん、いやもう日野じゃなきゃ私はやっていけなかったなって思うぐらい。その心は何それ何それ、ちょっと心ちょっと なんでって、あ、なんでかっていうとやっぱりね、なんかね、日野はね他のメンバーとなんか見てる部分が違うの。え、なんか切り口が違うっていうか。あ、ほんと。うん、爽快でも思ったの、はいはいはい、日野のこと部下にしたいって。あ、私それね、ファンの人にもね言われる、言われる、うん、そう。え、なんかね弟子にしたい日野のこと。弟子とは違くない？なんかもうこう近くに置いておきたいってこと。あ、頼れるから側近にしたい。あ、そう、側近にしたい。秘書秘書何様私なんかもう本当にそれぐらい頼れるんですよ、うん、多分もう私じゃなくても日野は誰とでもやっていけるんですよ、うん、でも私は多分日野じゃないと、うん、日野が側近じゃないとダメなんですよ。作詞家ってこと？え、わかんないわかんないけどはい、だからあの2年目もメインはあの、うん、アンバサダーとしてのメインはこの多分日野と一緒にさせていただく、うん、この2人なので、うん、引き続き頑張っていけたらいいなと思いますので、はい、お世話になりますと時哲さんに、はい、うん、そうか、どちらかというとかえりちゃんが弟子っぽいって。あ、でもそうだよね。そうかな。そう、なんかさ、あのポンコツなさ、うん、リーダー団長にさ、うん、近くにいる側近の、あ、ちょっとこう何、しっかり者の、あ、そうそうっぽくない？ぽい。どっちかというと、なんか私がね、まあ、結構なんか大雑把にいろいろ話すんだけど、うん、それをこうじゃないじゃないってアドバイスしてくれたり直してくれるのが日野、うん、添削してくれるの、うん、なんだろう、総長、総長と作詞家、作詞家だったっけ、ちょっと待って、ほらすごい、心配になっちゃった。もうさ、ガッタマン爽快の話してるから、爽快でもね、うん、でなんか私日野のね1列前で真ん前だったんだけども、後ろからもうすごい勢いが出てて、はいはいはい、あ、なんか本当に NGT に、策略か、ごめんなさい、 NGT に行ってよかったなって、もうスタンディングオベーションしそうになった、あの発言で、あの一番最後のさ、うん、提案なんですけど、参謀、参謀、そうそう、何参謀って言いたかった。作詞か策略家か参謀って言って、本当にありがとうの感じで、何でもいい。え、そう、うん、本当に思った、本当に思った。え、なんかさ、研究生の初期の頃はまだこんな感じなの分かんなかったの、正直。うん、歌が上手なのは知ってたし、うん、なんか普通に優しいのも知ってたんだけど、うん、まあ、だってさ、うん、なんかどうしたの、うん、なんか何かきっかけがあるの、こう、いや、こうなろうと思ったの。でも心の中で思ってたことだったの。え、今まで、うん、分かんないな。今まで変わりましたよね、日野。あ、髪の毛だ。違うよ、それはね、そんなことはないよ。それよりも前だね。え、日野高一で、高一だったからじゃない、ってか若いのよ、うん、子供だったの、子供に、うんうんうん、そうだけだよ。それだけ、うん、だから年の子ですよ。嘘、それを言ったらみんなの方が年寄りだけど。年寄りって言わないで、うん、え、じゃあ別に違う、もうそれは本当に普通に経験とか、経験そうじゃない、そのなのかな、普通にあの年数的なものじゃないの、まあ、なんかじゃあ秘めたものが開花したっていうことで、本当にね、うん、これからもよろしくお願いしたいですね。あの、もうちょっとマネージャーさんが、え、なんか
すごい最近変わったよねって言うんです。今日誕生日のマネージャーさんです。ハッピーバースデー。研究生のママです。え、そうなんです。私たちのママ。なんか最初は研究生の時は知らなかったけど、なんか今はなんだっけ、部下にしたい、なんか側近で置いておきたい、うん、なんかちょっと一皮むけましたよね。一皮二皮わかんない、なんか、そう、わかる。なんか最近本当に MC がいいですね。でも帰りの、うん、帰り、あなたの元からだけど、いやいやいや、あなたは違う、素のおもろ人間だ。ありがとう。でもそれ本当にひのが言ってくれるとね、嬉しい、うん、あ、嬉しい、うん、嬉しい。それをだから、その面白を生かしてできるだけ時鉄とかはその、うん、なんていうの、突っ込む側に回りたい、うん、え、そう。でも私ね、うん、今度からそれができる気がするの。どういうこと？なんかアンバサダーになってゲーム部になってすごい距離が縮まって、うん、なんかさっきもこういうのやってもちゃんと突っ込んでくれるのがもう分かったから、信頼してくれた。そうそうそう、うん、もし下手なこと言ってもなんか話がね、うまく言えなかったとしてもひなが助けてくれるっていう安心感があるので、うん、あ、 ありがたいですね、はい、これからも2人で頑張っていきますので、はい、一応ときめきでた、あ、そう、2人じゃなかった、 NGT 全体で、ね、頑張っていきますの で、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、ということで、もう何分あった？でも15分経ったって出た。出た、なんかオレンジの、あ、じゃない、見るの出た。出た、マジ本当に。あ、それ違うやつかも。気づいてなかった。え、あ、でもちょっと待って、何のやつか、やや、何かが出ました。15分、待って待って、何かが出た出たかな、何かわかんない。あ、でも18分前にやってるから、あ、じゃあそろそろ出てるかもしれないね。ちょっとね、じゃあまたランキングを読ませていただきましょう、はい、じゃあ三村さんから読みますか。はい、13位マスルさん、ふわふわさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位犬くんさん、ふるかわさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位りんさん、かずーさん、ありがとうございます。10位シンチャロスさん、小葉和さん、ありがとうございます。9位ペラペラアットアシュラーさん、ニシタムさん、ありがとうございます。8位雲の上の空豆さん、シンチャロスさん、ありがとうございます。7位タムヒロさん、ジョーカイソクさん、ありがとうございます。6位トールさん、ブンセイさん、ありがとうございます。5位イチタさん、ヒロナさん、ありがとうございます。4位シンイチさん、ヤナさん、ありがとうございます。3位ベロさん、ハクタカさん、ありがとうございます。2位トウゴさん、トシキさん、ありがとうございます。1位ヒョリゲタさん、タカシさん、ありがとうございます。ギフトもありがとう、ギフティングもコメントもありがとうございます。お星様なくなったからね、知ってる、初めてやったかも。そう、キラキラ星になった。あ、今日はもうちょっと帰って寝ます。寝ます。生写真書かなきゃいけないんでね、ちょっと明日から頑張ります、そうそうそう、やっと落ち着いてね、ちょっとあの新しい曲を覚えるのは一旦落ち着いたのでね。そうね、一旦ね、そうそうそう、今週はなので。でもちょっと生誕祭あるよ。そうだ、ヒロの生誕祭に、うん、そう、今年も出演させていただくのでね、頑張ります。覚悟しとかないとな。いや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 、スクショタイムちょっとやる。あ、やろうやろう、せっかくだから。やっとくよ。イエーイ、イエーイ。あ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。当選した、あ、もう登録出たの。あ、そう、今日出てる。おー、うん、よし、ありがとうございました。ありがとう、またね。はい、それでは皆さん、お疲れ様でした。すごい盛大な拍手。おやすみ、バイバーイ、おやすみ村、バイバーイ、みーむら、みーむら、バイバーイ。